2007 J リーグディビジョン1 33節柏レイソル対ヴァンフォーレ甲府の一戦をお送りしてまいります。すでにサポーターの応援がヒートアップしている千葉県柏市日立柏サッカー場です。今日はこの時期にしては珍しく風もなく穏やかな陽気です。晴れ、気温は15度は下回っています。空気は乾燥している中で行われます。そして野々村義和さんの解説、ピッチサイドのリポートは秋元薫さん、実況は関根でお伝えしてまいります。前回のサウジアラビア戦はゴールを上げることができませんでした。さあ今日はどういったことになりますでしょうか。柏レイソル対ヴァンフォーレ甲府 J1 の33節前半スタートとなりました。まずは両チームの試合の入り方、どういった形で来るか、そのあたりも気になるところです。ヴァンフォーレ甲府ハーフウェイラインやや自陣に入ったところからのフリーキックになります。重原にうまく当てることができるか、そして中央に端があります。ちょっと甲府も意識しているなと思います。ボールは当然簡単には失いたくないですから、フリーキック直接狙うには少し距離がありますが、果たしてどうか。永井はまだ J1 初ゴール達成しておりません。さあここはどうだ、来た、あーこぼれてる、入った、詰めていきました。ここはうまく欲しいところでの先制点、近藤が上げました。ここボールこぼれたところ、いいところにボールが転がってきましたね。あ、そうですね、まあ、セットした時点からちょっと逆サイドに運ぶかなんですけれども、ここは興奮が奪っています。アディショナルタイム目安の2分台に入りました。藤田がドリブで行く、後ろ端が飛び出していくが、これはオフサイドになるのか。ボールが小林雄三に当たってコースが変わっています。クリアしていきます。そしてここで前半終了です。 2007J リーグディビジョン1 J1 変わって左エンド、ヴァンフォーレ甲府、そのヴァンフォーレ甲府のジョークで後半スタートとなりました。ヴァンフォーレ甲府1点のビハインドを埋めて、そしてリードを奪うことができるか、それとも柏レイソル現在7戦8敗なし、ホーム最終戦有終の美を飾ることになるのか。選手ベンチ後ろ脇のベンチに立ち上がって前半に続いて観戦しています。いい局面ですね。これ藤田が狙う、南が弾く、ここは藤田らしい落ち着いたボール、シュートを放っていきました。真南としては、はい、処理しやすいボールでしたね。正面に来たらもう少し、しっかりとキャッチする選択をしたのかもしれないですね。ほとんど回転をしないボールでした。さあここはどうだ、いやこの打った追いついた、押し込んだのは秋元、諦めないヴァンフォーレ甲府、笑顔がこぼれる大木監督、サポーターからは大きな歓声。これはこぼれたところよく押し込みましたね。ニアサイドで一人重原が触ってから、いいところにまあこぼれましたね。流れの中ではこう簡単に取れるような状況ではなかったですから、はい、まあ、これ大きいですよね。セットプレーで取れて、よりこれで選手が走れると思いますからね、はい、さあモチベーションが高まる。ヴァンフォーレ甲府ゴール前で攻め込んでいく、中央には山崎がいる、そして外に藤田が走り込む、藤田のシュート、ポストに阻まれた、素晴らしいシュート、しかしポスト、太田はね、なんとか今、はい、仕事してたんですよね。ただその守備で相当こう疲れてますから、はい、長い距離を走っていきました。矢沢のクロス、鈴木達也トラップしてシュート、決まった、柏レイソル後半から起用の鈴木達也、途中から入った鈴木達也決めました、勝ち越し点。いや素晴らしい精度の
矢沢からの配球と、はい、もう一度ご覧いただきましょう。まあ、時間もあったし余裕もあるし、コントロールも完璧ですしね、でなおかつ途中から入って疲れていない選手、はい、まあ、その采配も含めて、まあ、完璧なゴールでしたね。あ、2年前このヴァンフォーレ甲府に J2 降格の引導を渡された柏レイソル、逆にこの試合ヴァンフォーレ甲府に J2 降格への切符をプレゼントすることになるのか、なんとか追いつくことができるか。レイソルも優秀の美をこの日立大ホーム最終ゲーム飾っていきたい。そしてここでタイムアップ、試合終了となりました。ヴァンフォーレ甲府無念の J2 降格が決まりました。そして柏レイソル8試合ぶりの勝利をホーム日立大の最終ゲームで飾りました。ご覧いただきましたように柏レイソル対ヴァンフォーレ甲府の一戦は2対1で柏レイソルが勝利しました。サポーターの祈りは通じませんでした、届きませんでした。しかし選手はその祈りを胸に、そして体に刻みつけながら一度は同点に追いつきました。結果というのは残酷なものなんですが、そうですね、ただヴァンフォーレ甲府の各選手気持ちを最後まで切らすことはなかったですね。いや、本当によく戦ったと思いますね。でやっぱりここまで甲府がその短期間で強くなったということもやっぱり事実ですし、はい、そのために強くなるためにリスクを負ったサッカーを選択したということもまだこれ一つの事実ですしね。まあ、ですからそのなかなか勝てない、こういう結果になってしまったっていうのはまあ仕方ないとは思うんですけれども、だけれども今シーズン の, その J リーグに甲府みたいなチームがやっぱりいてくれてよかったなという思いはやっぱり今でもしますね。あの、自分たちのサッカー、自分たちのスタイルというものをとにかく見せ続ける、これはあのチーム状況が悪くなったりするとなかなかできることではないですよね。そうですね。でなおかつ本当にこう分かりやすいというか他にはないスタイルのサッカーをこう見せてくれましたから、まあ、それは大木監督が就任して J2 時代から一貫して ね、そして J2 と J1 で舞台は変わっても自分たちのサッカーというものは変えませんでしたね。そうなんですよね。まあ、変えてもししっかりと守ってということをやったらまた結果は違ったのかもしれないですけれども、はい、それをやるとあんまりこう甲府というそのクラブの魅力というのもやっぱりこう半減してしまうと思いますしね。まあ、結果はちょっと残念でしたけれども、その貫いたというところは本当に評価していいと思いますね。はい、まあ、J1 に上がる前はチーム存続の危機がありました、はい、それを乗り越えて2年前 J1 昇格を果たして J1 の中でも一番小さなチームです、うん、それだけに果たして昨シーズンは残ることができるのか、そういう声もありました。しかし結果で答えました、ね、今シーズンはバレーという柱が抜けフラムにもいなくなりました。主力が抜けて非常に厳しい中、それでも自分たちのスタイルを貫く結果はこのようにサポーター、そしてチームの願いは届くことはありませんでしたが、ただ間違いなくこれも一つの財産ですよね。そう思いますね。決してこうやってることが変わったというわけでもなく、はい、クラブが浮かれたということでもなく、まあ、単純に残念ではありますけれども力が足りなかったと、はい、まあ、簡単に言うとやっぱバレーがいたらなという思いはやっぱりどの選手関係者にもあると思うんですよね。で外国籍選手がなかなかこ う, うまくフィットしなかったというところが、はい、点を取れる選手がなかなかいなかったというのが、まあ、全てだったのかもしれないですね。今ピッチ上で戦った選手の中では2年前の歓喜の瞬間を知っている選手もいます。今は全く違った状況にはなりました。ただ新たなスタート、チームにとってはまた厳しいのですが、また
今度は新しい高校 J2 の舞台で強い高校をまた作り上げて来シーズン J1 昇格を決めてほしいですね。そうですね、もう一回やり直しだと思いますし、はい、今日出てた選手関係した選手が来シーズン何人甲府にいるのかというところの問題もまた、ね、別の問題としてありますけれども、やっぱりクラブとしてそのサポーターも含めて、ね、はい、もう一回やっぱりこう夢を見させてあげたいですけどね、うん、一時期は存続の危機、存続すら危ぶまれたチームが J1 の舞台で2シーズン戦いました。残念ながら来シーズンは J2 の舞台、そしていろいろな状況でチームも苦しい運営を余儀なくされます。ただかつての甲府がそうであったように、また J2 で自分たちのサッカーを貫いて、そしてサポーターの後押しがあって、また J1 の舞台に復帰することを願わずにはいられません。一方の柏レイソルの